ただいまから本日のサラスコレクション2022を盛り上げてくださるオープニングアクトのパフォーマンスのスタートです。本日出演してくださるのは2組です。一部内容に変更等ありますが、改めてはご了承ください。それではまず最初に登場してくださる方々を紹介します。ダンススクールトゥインクルムーンさんです。Sing along to Elton John to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Cause we don't need permission.
こう歌の上超可愛いアニマリアンカーの髪の髪Boy, wanna keep it cool, but I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, don't you feel like I got flies? If I say what's on my mind, what I hate bullseye. Good, I'm ready, aim and fire. Baby, I feel like you play for life. Oh, yeah, 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 tonight. Yeah, tonight. If your heart beats so sweet, well, then you know. I know love, it is such a funny thing, a mystery, oh lord. Gotta get to know you more, cause I can feel a real connection, a supernatural attraction. I got the feels for you, yeah, 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 yeah. You have stolen my heart, oh yeah. I got all the feels for you, yeah, I got all the feels for you. Boy, oh boy, oh boy, you know, I'm fearless, huh? Wish I could do it, get the way that you can't get.
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。宮崎恵子バレエ研究所です。私たちの教室は2歳半から大人生徒さんが年齢それぞれの成長に合わせたクラスでレッスンを受けています。それからマダムクラスという産後の筋力を取り戻したい方、年齢を重ねた中で負った怪我などのリハビリや筋力保持を目的としてクラスがあります。そのクラスを教えている先生はなんと70代でもとても若々しい先生です。また大人のストレッチクラスというコンテンポラリーダンスやボディーコンディショニングのエクササイズ、その時々の体調に合わせたストレッチのクラスがあります。今日はそのストレッチクラスの内容をオープニングアクトバージョンでほんの少しですが皆さんと一緒にやってみたいと思います。やってみたいという方は隣の方にぶつからないよう十分に気をつけて行ってください。ではエリカ先生よろしくお願いします。こんにちは。ストレッチクラス担当の栗原エリカです。よろしくお願いします。ストレッチクラスは鼻から吸ってお腹に空気を入れて口から吐く深呼吸から始めて座ってやるストレッチ、立ってやるストレッチと徐々に移行していきます。その中で今日は腕のストレッチをやってみたいと思います。隣の方に気をつけてちょっとやってください。右手を前からクロスして前からキャッチしてぐーっとご自分の方に寄せて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 、そうそうですそうです。今度は頭の後ろに持ってきていただいて上からぐーっと押して、ありがとうございます。座っている方、中腰のできる方は手のひらを前で下ろしてきていただいて
ひらを下に手の甲を上で押してみてください。そう、ぐーっと曲げて。立っていて難しい方は手のひらを前でぐーっと前に押し出してみてください。そうそう、ぐーっと。ありがとうございます。今度は手の甲を下にしていただいて、手のひらを上からプッシュして、立ってる方はちょっとやりづらいですが、手の甲を前にぐーっと押し出してみて、はい、反対も気をつけてやってみましょう。左手前からクロスして、前からキャッチして、ぐーっとご自分の方に寄せて、ありがとう。頭の後ろに持ってきてみましょう。上からプッシュして、同じように手のひらを前で下ろしてきて、足の上に乗せて手の甲を上でプッシュします。立ってる方は手のひらを前でぐーっと押し出せる方を押し出してみて、同じように今度は手の甲を下にしていただいて、手のひらを上からプッシュして、立ってる方はちょっとやりづらいですが、手の甲を前にぐーっと押し出すように。そう、手を振りましょう。皆さんこれはできるかと。振って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 、ありがとうございます。振って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 、そう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 、振って振って。そしたら頭を右回し、頭を左回し、息を吸って肩をぐーっと持ち上げて、吐いてストップ。そう、息を吸ってぐーっと肩を持ち上げて、吐いてストップ。ありがとうございます。今日は短いですが、このぐらいで。もっとストレッチをやりたい方は、よかったらぜひストレッチクラス体験にいらしてください。ありがとうございました。ではこれ、生徒の作品をご覧いただこうと思います。まずバレエの作品、小さな子どもたちとコンクールに出場した生徒の踊りです。どうぞご覧いただくとともに、温かい拍手をお願いいたします。おもちゃのチャチャチャ、松本芽衣、豊増勇樹、田上きらり、河原林陽太郎、こんにちは。
ペザントの踊り、富岡ひな。そのクラスの生徒に来年開催予定の発表会で踊る作品をエリカ先生が振り付け中です。作品はまだ未完成で練習を始めたばかりですが、今日はその作品のほんの一部を抜粋してエリカ先生が踊ります。どうぞご覧ください。無題、栗原エリカ。最後に踊ったコンテンポラリーダンス作品だけではなく、さまざまなバレエの作品を踊ります。皆さんぜひ見にいらしてください。また一緒に踊るお友達も大募集です。無料体験も行っていますので、ぜひ体験レッスンにもいらしてください。以上で宮崎バレエ研究所の発表を終わります。ありがとうございました。
から撮った方がいいのか、なんで変わんないの、あっちから撮った方がいいのか、もしかしたらいいかもしれない。逆光であるって変わりはないですけど。2022にお越しくださいましてありがとうございます。そして現在配信をご覧いただいている皆様、こんにちは。本日総合司会を務めさせていただきます千葉県立木更津東高等学校2年、三輪あかりと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。また本日手話通訳としてテーマトーマーのお二人に手話でアナウンスさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。このイベントは市政志向80周年記念事業としてより多くの人が関わり一つのものを作り上げる喜びや達成感を味わうことにより多様性を受け入れ誰もが心豊かに暮らすことのできる共生社会の実現を目指します。本日は木更津市を拠点として活動しているファッションブランド店舗のプロデュースのもと子どもたちが主役のファッションショーを開催します。スペシャルゲストにもお越しいただいております。ぜひ最後までお楽しみください。そして素晴らしい演奏を披露していただいたのは拓殖大学光陵高等学校
吹奏楽部の皆様です。今日のファッションショーも吹奏楽部皆様の演奏でファッションショーを盛り上げていただきます。開会のご挨拶といたしまして、木更津市長渡辺義国様よりご挨拶をいただきます。それでは木更津市長渡辺様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。木更津市長を使っております渡辺でございます。今日は木更津コレクション2022にようこそおいでいただきました。私も若い方々と混じって、まあ、こういう格好をしていただいているんですけれども、見えていますでしょうか。今回のプロデュースをしております展望事務所の鶴田さんの衣装なんですけれども、これが車椅子の方用のズボンということで、膝が曲げやすくなっていて、膝にポケットがついている、まあ、そんな、展示のデザインなんですけれども、衣装で、お付き合いをしていただければというふうに思っています。ご案内ありますように、今年は木更津市80周年でございます。これまでの歴史とこれからをつなげる年ということで、100周年に向けて新しいスタートになるように事業の展開をしているんですけれども、そのメインとして市民の参加型というものを多く取り入れさせていただいています。まあ、今回のこのイベントも子どもたちに多く参加をしていただいている事業でございますけれども、モデル、MC、デザインを小中学校から、また制作も東高校の皆さんにお手伝いをして、今日までご準備をしていただきました。本当に多くの方に力をお借りしまして、今日までご準備をしてきたわけでございますので、ぜひ最後までゆっくりご覧いただきたいというふうに思っています。今回の後ほど春菜愛さんが、ゲストとしてお見えでございますが、その洋服についても君津の特別支援学校の生徒さんからの案をいただいたということであります。ぜひお楽しみにしていただきたいというふうに思っています。そして今回のショーのテーマは未来の木更津に残したいものということでございます。このファッションショーの中で何か見つけていただければというふうに思っています。結びにあたりまして、今回本当に多くのブロックをしていただきました店舗事務所の鶴田さんをはじめとして、奥様であったり関係者の皆様のに心より感謝申し上げるとともに、音楽の担当をしていただいております拓大高陵吹奏楽部の皆さんにも改めて感謝を申し上げたいと思います。それではこれからファッションショーのスタートでございますが、子どもたちの笑顔、希望をぜひ皆さんで、見ていただければというふうに思っております。最後までどうぞよろしくお願いいたします。木更津市長渡辺様、ありがとうございました。失礼しました。これから始まるファッションショーは、木更津市を拠点として活動しているファッションブランド店舗プロデュースのもと、子どもたちが主役のファッションショーです。このファッションショーは木更津市内からモデルを一般公募し、決定した30名のモデルが出演します。また未来の木更津に残したいものをテーマに、衣装デザインを公募し、集まったデザインをもとに千葉県立木更津東高等学校の生徒たちが店舗監修指導のもとにデザイン制作し作り上げた特別な衣装となっています。出演するモデルさんのためだけにデザインされております。そしてファッションショーの衣装を説明してくださるのはこの方々です。
本日キッズ MC を担当させていただきます。木更津第二小学校5年小林直人です。キッズ MC としてファッションショーを全員と協力して絶対に成功させたいと思っています。見てくれる皆さんを笑顔にできるように頑張ります。本日キッズ MC を担当させていただきます八幡台小学校6年今野凛子です。キッズ MC として選ばれると思っていなかったから心臓がバックンバックンして口から出そうなくらい緊張しています。木更津コレクションを機会にみんなと仲良くなれたらいいなと思います。本日キッズ MC を担当させていただきます金田中学校1年篠田真白です。キッズ MC として受かると思っていなかったので選ばれてとても嬉しいです。とても緊張していますが心から楽しめるように頑張りたいと思います。ちゃんと
生小学校5年生。今回モデルに採用されてとても嬉しいです。何人もの応募者の中から選ばれたからにはその人たちの分も頑張ります。意気込みを聞かせてくれたゆうとくん。ショーのテーマはかっこいいスーツ。デザインのポイントはリバーシブルにしたり、ボタンのデザインを小さくしたり大きくしたこと、また配色もゆうとくんが好きな色を全部取り入れられるよう工夫しました。ゆうとくん、かっこいいポーズを決めてくれています。客席の皆さんに手を振ってくれています。とってもかっこいいです。ゆうとくん歩く姿も決まっていました。ありがとうございました。なるせちづるちゃん、南西小学校3年生。緊張するけど頑張ってレッツトライ。見ている人が楽しい気持ちになってもらえると嬉しいです。嬉しさ爆発。どんなことにも挑戦して頑張りますと意気込みを語ってくれたちづるちゃん。衣装は白鳥も意識して制作。プリントではなく本物みたいな羽にしたことでふわふわした可愛さと立体感を出せるよう工夫しました。またエプロンをつけることでズボンもスカートも楽しめるドレスになりました。世界に一つのこだわりあふれるグラデーションの生地を制作し、全体的な色合いも楽しんでいただけるよう工夫しました。ちづるちゃん、一生懸命にランウェイを歩いています。とっても可愛い笑顔です。あ、ポーズを決めてくれました。とっても可愛かったです。ちづるちゃん、ありがとうございました。横倉あんちゃん、清見台小学校1年生。モデルに選ばれてすごく嬉しいです。可愛いお洋服が着れるのが楽しみ。とってもワクワクしていますとお話ししてくれたあんちゃん。衣装のテーマはピンクフラワー。初めてあんちゃんを見た時にお花が描かれているのを見たらとても可愛いと感じたところから制作されました。デザインのポイントは襟。あんちゃんの可愛い雰囲気から襟の部分にひらひらをつけました。テーマの通り全体的にピンクで揃えて可愛くし、ひらひらをつけることでお花をイメージしました。あんちゃんにぴったりのピンクがあんちゃんの可愛らしさをさらに魅力的に輝かせます。一生懸命にランウェイを歩いています。ポーズを決めてくれました。とっても可愛らしいですね。さあ、上手にランウェイを歩くことができるかな。頑張っています。あんちゃん、ありがとうございました。ご相談、はるくん、読み台小学校2年生。モデルに選ばれたと知った時、緊張メーターが100でした。ただ今日まで自身が100になるように頑張ってきましたと聞かせてくれたはるくん。ゼルダの冒険や宝石が好きということで、ゼルダの伝説をイメージした緑を基調にデザイン。宝石をイメージした一つ一つのキラキラにはファッションショーで春の自信満々にラウェイを大学生も大学になられています。大学生もかっこいいスーツを作ったので輝く笑顔で歩いてほしいです。キラキラボタンも手作りです。靴の宝石箱にも注目です。はるくん、ありがとうございました。片山冬ちゃん、清見台小学校2年生。ファッションショーに関わるみんなで元気に頑張りたいです。木更津コレクションを成功させて、また明日から木更津のみんなの毎日がさらに楽しい一日になってほしいです。
とモデル出演の意気込みを聞かせてくれた冬ちゃん。衣装のテーマはアリス。テーマはアリスだけど紫色に近い色にしてウサギやトランプの形をプリントして作りました。生地と肌があまり擦れないように袖の部分を広がっているよう工夫しました。ゆうちゃん、可愛らしいポーズを決めてくれます。ゆうちゃん、ありがとうございました。金子ゆうみちゃん、祇園小学校5年生。緊張するけど木更津コレクションでのモデル出演、自信を持って頑張りたいですと話してくれたゆうみちゃん。ゆうみちゃんの緊張を衣装で応援できるよう制作された衣装のテーマは地雷系。ゆうみちゃんの要望を全て取り込んだことがポイントです。モノクロが好きということなので少し大人っぽく描いても子供らしさや可愛らしさを残し作りました。肩出しにすることで大人っぽさを出し、スカートをレザーにすることで大人っぽさをさらに出しました。だけどそのスカートの周りにヒラヒラをつけることによって一気に時代を出し可愛さも出すことに成功しました。また透け感のあるつけ生地でアームウォーマーをつけることでふわっとした感じになり、とっても素敵な作品となっております。みんなで協力して作った作品です。私たちの思いの詰まった衣装でゆうみちゃん自信満々にランウェイを楽しんでください。ランウェイを歩く姿はまさにモデルさんですね。ターンを決めてくれました。ゆうみちゃん、ありがとうございました。小学校4年生。緊張するけど頑張ってレッツトライします。見ている人が楽しい気持ちになってもらえるように頑張ります。嬉しさ爆発です。どんなことにも挑戦しますとファッションショー出演への意気込みを語ってくれたゆいちゃん。衣装はゆいちゃんの魅力が最大限表現できるようなゆいちゃんの好きなこと、物などを込めた服になりました。いろいろ子たちが気に入ってもらえたので、ステージではジアのポーズや可愛いお姫様として楽しんでもらいたいです。とっても可愛らしいポーズですね。ゆいちゃん、ゆいちゃん、堂々とランウェイを歩いてくれています。くるくる回っています。まるでお姫様のようです。ゆいちゃん、ありがとうございました。松浦ゆずきちゃん、高柳小学校1年生。木更津コレクションに出演できて嬉しい、楽しみ、ドキドキですと話してくれたゆずきちゃん。衣装のテーマはプリンセスで、ゆずきちゃんはミント色と紫色が好きなので、ミント色のベースに紫色のリボンをつけました。木更津市の小中学生から公募で集めたデザイン案の花や色合いを参考にデザインしています。ゆずきちゃんの衣装にはたくさんの人の思いが込められています。ぜひ見てください。まるでお花の妖精のようですね。ゆずきちゃん、ありがとうございました。つつみれいなちゃん、波岡小学校3年生。ファッションショーに出演できてすごく嬉しいですとモデル出演をとても楽しみにしてくれていたれいなちゃん。衣装はれいなちゃんの好きな柄や色を使ったドレスです。注目してほしいポイントは胸元の黒いリボンと袖のふんわり感、スカートの水玉模様です。スカートの水玉模様は普通の水玉模様ではなく、天母さんからドットにメッセージを込めるという案をもらい展示に変更しました。レイナちゃんの名前が入っている展示になっており、レイナちゃんの名前と木更津コレクションという展示が入っている
他にも靴やイヤリングなどたくさんの思いを込めて作ったので、れいなちゃんはもちろん見てくださっている方々にも笑顔になっていただけたら嬉しいです。れいなちゃん、優雅にランウェイを歩きます。ターンを決めてくれました。手を振ってくれています。とても優雅なれいなちゃん、ありがとうございました。中村宗太郎くん、浜谷小学校2年生。今日はかっこいい服を着ているので、とても楽しみにしています。見てください、話してくれたタップダンスが得意な宗太郎くん。宗太郎くんが習っているタップダンスの靴に合わせてシックな衣装にしました。使う色を白、黒、金に絞り統一感を持たせました。サスペンダーやソックスガーターといったベルトを多く使いました。テーマはシンプルでかっこいいです。帽子に金を入れて高級感を出しました。足のソックスガーターが僕の一押しポイントです。宗太郎くん、アップダンスがとってもかっこいいです。一生懸命にランウェイを歩いています。様に手を振っています。宗太郎くん、ありがとうございました。高橋若ちゃん、金田小学校4年生。木更津コレクションでのモデル出演、ドキドキしているけど楽しみにしていました。ファッションショーを見てもらうことで木更津の歴史や文化に興味を持ってもらいたいですと話してくれた若ちゃん。これまでの木更津にも興味を持ってもらいたいという思い、モデル応募してくれた若ちゃんの思い、衣装リクエストに応えるよう着物をイメージしてデザインされた衣装で登場です。衣装のテーマは桜と蝶、ポイントは緑と紫のグラデーションの部分です。若さんの好きな色が緑と紫だったので衣装に取り入れることにしました。どうすれば和風のテイストを守りつつバランスの良い色目になるか、ま、なるのかを細かく調節しデザインしたので、ぜひ注目してみてほしいです。可愛らしさが出るようプリーツスカートの形にしたりというところなどを工夫しました。蝶々の妖精さんのようにとっても可愛いです。若ちゃん、ありがとうございました。司さん、アンジュちゃん、金田小学校2年生木更津コレクションに出演できて嬉しい。楽しみ、たくさんの人に見てほしいです。木更津の伝統文化をみんなに広めたい、残したい気持ちが強いですと、モデル応募してくれたアンジュちゃん。衣装のテーマはキサボンです。デザインポイントは着物の柄を表と裏で変え、リバーシブルな衣装にしたところです。また表の柄は木更津の花火をイメージしました。スカートは長さにこだわったので見てほしいです。表裏を着ることができるという部分で袖のつなぎがないことで、表を着ていても裏面が歩くたびに見れます。襟や帯の部分にとてもこだわっていますので、ぜひご覧ください。アンジュちゃんのお耳とっても可愛いですね。また足に鈴がついているところもとっても可愛いです。一生懸命歩いています。皆様、温かい声援をお送りください。ありがとうございました。有原純世界福田小学校1年生、木更津コレクションのモデル楽しみたいです。あまり朝からI'm gonna keep going.
の住職君に心を開かれちゃってください。バキューン、ズキュー、歌えちゃいました。住職君ありがとうございました。藤崎美玲ちゃん、旗沢小学校4年生。木更津コレクションをとても嬉しくて楽しいファッションショーにしたいですと話してくれた美玲ちゃん。衣装のテーマはレトロです。水色、花、レトロを入れてほしいという要望があったので、ベースは水色一色にし制作を進めました。テーマがレトロなので、お花は全体に入れるのではなく、襟、カチューシャ、サンダルなどポイントに分けて取り入れました。広がっている袖やスカートの裾は歩いたりターンをした時にひらりと舞うような動きになります。服のデザインはもちろんベロア素材だからこそ出る衣装の魅力もぜひ見てください。光沢もあって光が当たるとツヤツヤして綺麗なので、そこにも注目して見ていただきたいです。華やかにランウェイを歩いていますね。お姉ちゃんとっても素敵です。お辞儀をしてくれました。ありがとうございました。木村さあやちゃん、城西小学校4年生。木更津コレクションのモデルに採用されるとは思っていませんでした。選ばれたと知った時とても嬉しかったです。お母さんから聞いて家で飛び跳ねていました。ご飯をいっぱい食べて頑張ろうと思い今日を迎えました。ファッションモデル体験は初めてだけど緊張はしませんと心の準備万端のサーヤさん。衣装のテーマは妖精です。大人っぽいスミレに子供らしい印象を与えるコスモスを合わせて、子供から大人になっていく妖精をイメージしました。デザインポイントはプリントと造花を混ぜ合わせている部分です。可愛らしいポーズを決めてくれました。一生懸命にランウェイを歩いています。皆様温かい声援をお送りください。さあやちゃんありがとうございました。香川誠一郎くん、八幡台小学校3年生。緊張するけど楽しみたいです。みんなの前でかっこよく踊りたいです。今日は踊りも披露してくれるそうです。衣装のテーマはドラゴン。ドラゴンになれることなんてないと思ったので、このような機会にはぴったりだと思いました。ダンスが得意な誠一郎くん、踊りやすくかっこよく仕上げました。こだわりのヘアメイクにもぜひ注目してください。ガオーッとかっこいいポーズを決めてくれました。おお、決めてくれました。誠一郎くんありがとうございました。小学校6年生。木更津コレクションに出演できて嬉しいです。僕がファッションショーを盛り上げます。クラスや野球チームのムードメーカーです。僕は人を喜ばせることが大好きです。おじいちゃん、おばあちゃん、家族やお友達みんなを笑顔にしたいです。今日見てくれている皆さんも心から楽しんでください。衣装のテーマはキサポン侍。休むのかな、こんな衣装を着たいというデザインがあったので、そのデザインを参考に衣装を考えました。翔くんが侍とキサポン、ガンダムのザクが好きだと聞いたので、その3つを均等になるように組み合わせデザインしました。インナーが侍、キサポンは帽子、ザクのトゲトゲを肩につけました。刀の振りが
がとってもかっこいいですね。もう一度決めてくれました。客席の皆さんに手を振っています。翔くんありがとうございました。竹波芽衣ちゃん、真船小学校6年生。ワクワク嬉しいです。自分が大きくなるにつれて人前に出ると緊張することが増えてきたけど、モデルをやれることになって嬉しいです。80周年のお祝いを私も一緒にして、もっともっとたくさんの人にさらに素敵なところを知ってもらいたいなと思いました。古くから伝わっているものと新しくできたものが風風になって、もっと楽しい街になればいいなと思います。木更津の未来への思いを教えてくれたメイさん、担当デザイナーさんにとって誰かのための作る衣装制作は初めてで、自分のアイデアを形にする中でうまくいかないことがたくさんあったそうです。デザインを考えるのも構成作業も大変だったけど、実際にメイちゃんに来てもらってすごい似合っていて頑張ってよかったと心の底から思いました。より良いものになるよう調整を重ねてきました。メイちゃんが最高に輝けるようなランウェイになるよう心を込めて衣装制作をしました。メイちゃんとってもかっこいいポーズです。メイちゃんありがとうございました。ミラノいちかちゃん、真船小学校1年生。モデルに決まってすごく緊張しています。モデルに会って偶然に会った話を聞けるのがとても楽しみです。自分のためだけに作られる衣装をとても楽しみにしていたいちかちゃん、竜と鈴鹿その姫みたいなドレスがいいと聞いたので、ピンクレインで近未来的な柄の入ったドレスを制作しました。普段着れない服にしたくてアンスーラー、そしてドレス、ヒール、兄のサンダルなど特別感が出るようにしました。スカートの長さが前の右かけると後ろが長くなっているところと、長さの工夫とかをたくさんしたのでそこが見どころです。まるでお姫様のようです。キラキラとたなびくスカートはとても魅力的です。一生懸命元気よくランウェイを歩いています。客席の皆さんに手を振ってくださいました。いちかちゃんありがとうございました。平野かほちゃん、真船小学校1年生。すごく緊張しています。いろいろなことが不安ですが一生懸命頑張ります。たくさんの人と出会うことが楽しみですと話してくれたかほちゃん。そんなかほちゃんの緊張を包み込み、ファッションショーを楽しんでもらうために制作された衣装のテーマは花。デザインのポイントはスカートで何箇所かに立体の花をつけたことです。かほちゃんの笑顔とお花を見てください。お花の妖精さんのように可愛らしくランウェイを歩いています。ターンを決めてくれました。かほちゃんありがとうございました。斉藤春乃ちゃん、真船小学校3年生。オーディションに応募して採用されるか心配だったけど、サイズコレクションにモデルとして出ることができてとても嬉しいです。選ばれたからには素敵なモデルになれるよう頑張りますと、今日の出演をとても喜んでくれた春乃ちゃん。衣装デザインのポイントは後ろの大きなリボンとレースです。春乃ちゃんの好きな色をたくさん入れてお姫様のような衣装をイメージして作りました。細かい作業が多く、スカートのストーンをつけてレースを縫う作業は大変でしたが、いい作品を作り上げることができました。全体的に春乃ちゃんの好きな色で合わせたり、可愛いものが好きそうだから可愛さを追求するデザインにしました。春乃ちゃんは
くれましたね。はるのちゃん、ありがとうございました。入江かりんさん、木更津第一中学校1年生。私は NOC の新規メニューで、私の方は止まるのが本当にいるんだろうかと思っていろいろと不安なことがありました。ですが、せっかくのチャンスなのでやりきってみようというふうに思えるようになりました。一生懸命頑張ります。衣装のテーマは不規則です。それにね、私の不規則な2学年の頃とそれに向かってついたファスナーです。ファスナーを左側の生地が広がっています。マーメイドスカートは歩きにくいという話を聞いたので、歩きやすくするためにつけました。本人の好きなものをできるだけ取り入れ、自信を持って歩いてほしいという気持ちを重ねにしました。かりんちゃん、エレガントでとても素敵です。ランウェイをきれいに歩いています。かりんちゃん、ありがとうございました。スペシャルゲスト、はるな愛さんの登場です。サラスコレクションを盛り上げてくれたくださるために特別に参加してくださいました。衣装のテーマは彩りある学びや、君津特別支援学校の生徒たちの描いた絵や教室や学校の風景をプリントして表現したスペシャルなドレスです。子どもたちの思いが未来を照らす彩りある光となって、着る人を美しく輝かせます。春の愛さんにとっても似合ってますね。愛さんのチャーミングが全開ですね。ターンを決めてくれました。とっても楽しい気持ちになりますね。客席の皆さんに手を振ってくださいました。こちらはスペシャルゲストの春の愛さんですね。ターンを決めてくれました。とっても素敵です。感動しました。春の愛さん、ありがとうございました。上村亜子さん、木更津第二中学校3年生。木更津コレクションに出演できてドキドキワクワクしていて楽しみですと話してくれた亜子さん。衣装のテーマはコスモス。ワンピースのベースを黒にしてリボンを白にすることでスタイルよく見せました。靴にもコスモスがデザインされているので注目してみてください。上半身から下半身にかけて鼻の大きさが変わってくるのがデザインのポイントです。腰の部分にリボンをつけることでスタイルよく見せました。花柄が好きと聞いたので募集されていたデザインカフェからコスモスを見つけ、コスモスが大きく描かれているワンピースにしました。アコちゃん、とっても堂々とランウェイを歩いています。アコちゃん、ありがとうございました。エビソワ、フルハさん、太田中学校2年生。ランウェイに笑っているという漫画を読み、モデルの勇気の仕事がかっこいいなと思ってました。彼らファッションショーに出れることになり、とても嬉しいですと同じ出演を楽しみにしていたフレフさん。衣装のテーマはかっこいい。デザインポイントは黒、青、白と少ない色にしたところです。ジャケットの形にもこだわったので、ぜひ見てください。身長は高く、スラッとしているので、レースコートやロングブーツで、スタイルの良さが目立つような洋服を作りました。また、黒、白、青などが好きだと聞いたので、黒を中心に使って、青と白のマーブルにして、3色、好きな色を使えるようにしました。
横峯好美さん、高沢中学校2年生木更津コレクションにモデル出演することにより、普段は自信がない自分から自分に自信が持てるようになりたいと話してくれた好美さん、好美さんが自分をもっと好きになり、心から自信を持って笑顔で歩いてほしい、好美さんを見た人にも心の変化があってくれたら嬉しい、その思いを好美ちゃんの好みであるゴスロリ衣装に込めました。フリルにいろいろな生地を使っているのがポイントです。ユーケタスを決めてくれました。とても可愛らしいです。好美ちゃんありがとうございました。小川真宏さん、岩根西中学校2年生本日ファッションショーに出演できることが僕を待ってきてすごく嬉しいです。自分のためだけに服を作ってもらうということは初めてなので楽しみです。素敵なファッションショーにするために全力で頑張ります。ファッションのデザインポイントは小松のデザインです。上と下が別々になっていたり、パンツに真宙という名前がプリントしてあるのでぜひ見てください。またブッシュとブラウスもポイントです。ブッシュはバンダナのパッチワーク風のデザインになっていて、ウエスト部分はスタイルの良さが出るようにダーツが入っています。ブラウスは袖を大きくしていて、セパレートのかっこいいパンツと合わせとても可愛いものになっています。まひろちゃん堂々とランウェイを歩きます。とてもかっこいいです。まひろちゃんありがとうございました。ドナルソフィアさん、浪岡中学校2年生、小さい頃からの夢モデルになることを必ずコレクションで叶いました。そして選ばれてとても嬉しいです。木更津コレクション最後のモデルを飾ってくれるのは、小さい頃からの夢が叶ったと笑顔で教えてくれたソフィアさんです。ソフィアさんの衣装のテーマはエッジの効いたヴィンテージの衣装。ソフィアさんが好きなのをパッチワークにして崩れてる感じを演出し、レースを出すことでソフィアさんの衣装のかっこかわいいを表現することです。デニムを切り取り、型紙に合わせてデニム同士のつなぎ合わせ作っていきました。上下全体的にかっこよくヴィンテージに仕上げることができました。さらに肩の方にはフリルとガーリーさを取り入れてみました。ズボンのオーバースカートは歩くときに大きく見せるためにコードとかあるレーザー素材を使い、かっこいいと可愛らしさを組み合わせた衣装にしました。ソフィアさんありがとうございました。それではもう一度モデルの皆さんに登場していただきましょう。モデルの皆さんの登場です。あーいいね。手を振ってくれているモデルさんがいます。客席の皆さんもどうぞ手を振ってください。着々とモデルさんが集まってきました。今日一生懸命頑張ってくれましたモデルさんたち。モデルさんは今日初めてです。大人でもドキドキしてしまうのに一生懸命頑張ってくれました。さあ、そろそろ皆さん並んでくれましたかね。今しばらくお待ちください。モデルの皆さん、ご家族の方は見つかりましたか？
うぞご家族の皆様もお手を振り返してください。今しばらくお待ちください。まーちゃんかっこいいよ。まーちゃんコスプレを決めてくれるでしょうか。とてもかっこいいですね。それではそろそろ時間がよろしいということで始めていこうと思います。モデルの皆様、吹奏楽部の皆様、ありがとうございました。素晴らしいファッションショーでした。また拓殖大学工業高等学校の皆様はここで退席となります。皆様、素敵な演奏をどうもありがとうございました。大きな拍手をお願いします。この後スペシャルゲスト春名愛さんのパフォーマンスをぜひご覧いただけたらと思います。モデルの皆さんも一緒に楽しんでいただけたらと思います。それでは一度皆さん、モデルの皆さんは自分の席にご着席ください。係員の方が案内してくれるので、その人に、その方に沿って動いてくださいね。手を振ってくれています。モデルの皆様、お疲れ様でした。またこの後準備をします、準備する時間があるので、今しばらくお待ちいただけたらと思います。Right. So it was like, uh-oh, this sounds like
like I heard that like Easter's at home. Let's try to buy like I heard that a lot, so I knew that I'm gonna get like the happy face or the this is fun face for like a second before it goes back up. And if you look through the photos, you can actually see it. It's like da 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 da.大変長らくお待たせいたしました。 それでは 皆様お待ちかね 本日のスペシャルゲスト 春名愛さんの スペシャルライブをご覧いただきます。 春名愛さん、 お願いします。 ありがとうございます。 皆さんこんにちは。 春名愛です。 今日はよろしくお願いします。 いやー嬉しいです。 いつも本当にプライベートでも 実はあそこの大和さんの回転寿司とかあそこの港で釣りに来たりとか 結構本当にプライベートでよく来てるとこで、 あと三河健一さんともロケにねよくたびたびここには訪れて、 最近はアウトレットもそうですけど大好きな木更津です。 今日はここで私の歌を歌いたいなと思うんですけど、 せっかく海なので、 私はちっちゃい時大西健二君だった時に、 お父さんが演歌歌えてて演歌をずっと教えてくれてたんですね。でこの間もちびっこ歌合戦で一緒に歌ってたメンバーが北山武君とか水森かおりちゃんっていう演歌の今歌手になってるみんなと一緒に番組出たんですけど、今日はちょっとアカペラでその大西健二君の時に歌ってた演歌ちょっとだけ歌っていいですか皆さん。いい。じゃあね、 海なので男船っていう歌をちょっとワンコーラス歌うんで皆さん手拍子お願いします。 晴れて気が向く北海市に来るなら来てみろ吠えてみろ。 大好きなんですけど歌はずっといろんな曲を出させていただいて、つい先日9月ですね9月30日に新曲君と私っていう曲が出ました。このありがとうございます。 この曲は去年に私はパラリンピック東京2020パラリンピック開会式にトップバッターで出させていただいた時に本当にいろんな障害があるっていう言葉は私は嫌いなんですけど、いろんな個性のみんなが集って開会式を作り上げたんですよね。その環境が本当に心地よくて、早くこういう環境が大きな街、大きな国、こうやってね、どん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 地球に広がっていけばいいなって、その木更津はそういう街を目指してるって本当に思っています。今日市長もねいらっしゃってますけども、私はその思いを 歌詞にしたくて、今若い子に大人気のアーティストキラちゃんっていうヒップホップのアーティストのキラちゃんと一緒にめちゃめちゃいい曲に仕上がりました。聴いてください。ここで歌います。君と私です。 自分を探すため恐れない我が未来必ず叶う夢君がそっと信じさせてくれるから君と私って全然違うから面白いのさ笑うと嬉しいんだ幸せに気づいて生きてるだけで美しい。
自分でも感じながら歌わさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい、春の愛さんのとても素晴らしい歌声で感動しました。嬉しい、素晴らしかったです。やっぱりテレビで見たことしかなかったので、とてもキラキラしていて、私感動しました。ありがとう。一番のね、でもね、みんなのね、ヒットソング歌ってって言われるのはね、いつもね、めっちゃホリで歌ってって言われるんですよ。あれは松浦愛ちゃんの曲なんですよ。はい、って言ったら、あ、じゃああの曲歌ってって言われるんですよ。その曲がね、共立美容外科って言われる。あれヒットソングじゃないんですけどね。嬉しいですね、本当ね。今日は新曲の君と私、いかがでした？とても素晴らしかったです。感動しました。ありがとう。思わず軽くちょっと涙ぐんでしまいました。ありがとう。そういう感謝します。はい。ね、大丈夫？はい、大丈夫です。ちょっと私も結構時間がね、長い時間ずっと喋ってるので、ね、ちょっと緊張して、しかもね、いいサンセットがちょうどね、降りてきて、本当にここ夕日が綺麗なのでね、
私もあの橋に渡りましたよ。上がって三河さんと一緒に潮干狩りして、三河さんがしゃがんで潮干狩りしたら服全部濡れちゃって怒ってました。怒ってましたか。ね、では改めて、はい、春の愛さん、はい、素晴らしいスペシャルライブをありがとうございました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。そして今しばらく時間を、時間をいただいた後に、テーマである未来についてなど木更津市長天保図デザイナーの鶴田さん、そしてゲストの春名愛さんとトークショーをさせていただきます。また皆様今しばらくお待ちください。モデルの皆さん、今日は楽しみましたか？あ、客席の皆さんに手を振っていますね。一生懸命頑張ってくれたモデルさんたち、今日はね、晴れ舞台ということでとっても素晴らしいショーを作り上げてくれました。今しばらくお待ちください。それでは準備ができたようです。それではご登壇いただきましょう。ご登壇していただいてよろしいですか。お願いします。さあ、今日本日テーマでもある未来について、スペシャルゲストの春名愛様、そして木更津市長の渡辺義倉様、今回のイベントをプロデュースしていただいたファッションブランド天保の鶴田隆文様とともにトークショーを行わせていただきます。皆様大きな拍手をお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずはじめに渡辺義国市長、よろしくお願いします。市長もすごく今日はおしゃれな、ね、そうですね、コルネームさんのパンツ、ね、デザインのパンツの T シャツもなんですよね。 T シャツもそうですね。木更津パレットというデザインで、うん、今回あの目に映るところにいろんな方々が市長と同じ T シャツを着ています、ね、はい、たくさん、とっても素敵ですよね。かわいい。それでは改めまして、よろしくお願いいたします。はい、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。とても素晴らしいショーでしたね。未来ある子どもたちがメインとなったファッションショー、まずは本日のファッションショーを見てのご感想をいただきたいです。はい、本当に皆さんのご協力をいただいて無事終了しようとしておりますけど、感無量というところなんですけど、東高の生徒さんが子どもたち小中学生のために一生懸命洋服を作って、でそれを受けて小中学生の子たちが一生懸命、自分のこうランウェイを作っていって、自分だけじゃなくてやっぱりこう人の思いに対して、行動するっていうことが本当に大切で、まあ、それがこれからも大事にしていかなきゃいけないことなのかなっていうことを改めて感じました。はい、ありがとうございます。本当に素晴らしいショーでしたね。渡辺市長も本日はおしゃれにスタイリングされてます ね。どうですか、いつもと違うファッションに変身してみてのご感想は。似合いますよね。お似合いです。全く普段違うんで、こういったぴったりしたパンツ履いたことないんですよ。似合います。スポーツワールがいいです。そうですか。ロック系の、ロック系の、うん、
ロックはやってるんですか？やってないです。やってない。すごいお似合いですよね。全く音楽系じゃないんで。ですけど、市長の、市長室で初めてこれを試着した時の市長の嬉しい表情といったらなくてですか、もうこれはロックかって自分で突っ込んでましたね。いやでもなかなかいいもんだなってちょっと感じました。ありがとうございます。では春の愛さんから見て、はい、渡辺市長のファッションいかがでしょうか？もうさっきからすごくお似合いだなと思って、でいいもんだなって今ね市長おっしゃったと思うんですけど、着るもので気持ちって人間ってこう前向きになれたりとか、すごく左右されると思うんですよ。だから新しいまた発見がなんかこう見つかったんじゃないかなと思って、こういう色とりどりな洋服をぜひ市長室でも着て公務にも当たってください。ぜひ癖にならないようにしよう。よろしくお願いします。ね、市長が着られている T シャツとスタッフ皆さんが着ている T シャツ、これが可愛い。木更津市内の小学生の231人の絵がこの中に込められてます。でその木更津パレットという名前で新しいデザインをしまして、木更津市の一つの顔となる未来ある子どもたちによって作られる木更津の新しい顔が服になって、こうやってずっと広まっていったら素敵だなと思ってデザインさせていただきました。すごく絵もすごくそれぞれ個性があってうまいですよね。色を取り入れることがね、そう、うまい。風呂敷もあるんですか？ちょっと風呂敷貸してください。すごい。いいですか？え、風呂敷じゃない。エコバッグ。エコバッグ。これ作ったんですか？これも。かわいい。え、かわいい。これ普通にね、なんか商品としてもなんかみんな持ちたくて、これ2500円です。あるんですか？観光協会で売ってますので、ぜひご購入いただければと思います。すごい自然に宣伝。いやでもね、皆さん持ちたいと思います。かわいいし、 T シャツもね、愛ちゃんね、初めてこれを見た時すごい気に入ってね。そう、私も絶対行きたいって言って、私もいっぱい来ます、テレビとかで。あ、嬉しいです、ね、ありがとうございます。あと今日はね、愛ちゃんの着ているこの服も、そうなんですよ、君津特別支援学校の子どもたちとか、君津特別支援学校の学校の風景とかをそのままプリントしてデザインした洋服になります。かわいい。絵もすごい凝ってるんですよね。そう、全部、純真無垢な子どもたちが描いた絵なんですよね。あとは学校の壁画だったりとか、タイル画だったりとか、工房の写真だったりとか、これ春菜愛ちゃんが今着てる裏側、誰にも見えない部分なんですけども、そういったところにもいろんなプリントが入ってるので、なんかぜひいろんな人に見ていただきたいなと思ってます。そう、これはね、めくったらあれなんですけど、ちょっとね、ここにもほらね、すごい、こんな普通めくらないんですけど、見てほしいから、こういう細部まで ね、 そうですね、みんな子供たちの気持ちを着てる感じです。ありがとうございます。で市長も春菜愛ちゃんも今回は、子供たちが一つのテーマになっているので、二人のファッションは子供たちの世界によって作り上げられたファッションになります。ありがとうございます。はい、では今日の会場となっている今年3月に新しくリニューアルされた鳥居崎海浜公園、私も小学校の行事で毎年潮干狩りに来た、とっても思い出のある場所なんです。素敵になってとっても嬉しく思っております。そこで質問です。これからの木更津市をどのような街にしたいと考えておりますか？はい、この場所を少しだけ触れるとですね、カーフェリーがなくなったのが今日、今年アクアラインが開通して25年なんですね。ちょうどそれと同じくしてカーフェリーがなくなりました、そこから やはり木更津市民もこの海との接点が多少減ってきて、多分ここから見る景色ってあまりこう普段こう親しんでなかったと思うんですね。でそういう意味ではこの場所をこういうふうに仕上がって、今まで以上にこう港と海とのつながりを感じていただきたいなというふうに思っておりまして、それも含めてですね、木更津にあるのがこの海と山と海から山までつながっている自然だというふうに思ってますので、この自然が大切にされる街になっていったらいいなというふうに思ってます。ありがとうございます。
またこれからは若者が未来を担っていくと思います。私たち未来を担う若者に何か頑張ってほしいことはありますか？はい、あのシナリオを見て、台本見てすごい難しい質問だなってさっき思ったんですよ。あのやっぱり改めて考えると、子どもたちってもう夢を持ってもらわなきゃいけないのかなって、れ夢を持ってもらえる社会にしなきゃいけないし、子どもには夢を持っていただいて、それをまた実現するのが、社会であって大人の責任なのかなという、まあ、そんなやっぱりお互いを思う気持ちっていうのを大切にしながら、子どもたちが夢を持って育っていくいただければなというふうに思ってます。お互いを思い合う気持ちが大切なんですね。ありがとうございます。それではファッションデザイナー天母の鶴田さんにご質問させていただきます。はい、本日はとても素晴らしいショーを開催していただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。鶴田さんは今回小学生や中学生など子どもが中心としたファッションショーを企画された理由は何ですか？はい、これからの先、未来っていうのはやはり大人たちが作り上げていくものではなくて、子どもたちが作り上げていくっていうことを何かしらの形で証明したかったっていうのがあります。で、現に今回のファッションショーは子どもたちがメインです。モデルさんにしても、今美和さんも喋られてると思うんですけども、高校2年生の美和さんが堂々と今総合司会を務めてます。で、またファッションの今回モデルさんのデザインから、またアイデアも市民から募集して、でヘアメイクも生徒たちがみんなで作り上げた。で、それを一つの形として証明し、その過程で何か気づいて未来の夢につながる選択肢も増えたらいいなと、これをもうすでにやり尽くした大人がやっても意味がないと思ったんですね。この、まあ、せっかくだからこんな大切な機会はどん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 次世代の人たちに経験していってもらいたいと思ってます。ですので今回これだけ人が集まってすごく感動するっていうことの結果っていうのは、大人が作り上げているものだけではなくて、やはり子どもたちが主役になっているからこそこういう結果が生まれたんだなとは思っています。とても素晴らしいお話でしたね。会場にいらっしゃる子どもたちの中で何か始めてみようと思った方もきっといらっしゃると思います。また鶴田さんは木更津高校出身ということで、なんと渡辺市長の後輩に当たるということですよね。はい、そうなんです。初めて市長と今年ですかね、今年お会いした時にやはり先輩だと聞いてすごくびっくりしてですね、それですごく、あ、やはり木更津高校というご縁でこうやってつながることもあるんだなと思ったのと同時に、やはり私ちょっと今日は抑え気味なんですけども、そう抑えてますよね今日ね、いつも愛ちゃんぐらいなファッション、すごいファッションで、そうですけども、そんな中でも市長は全くそこに対して、まあ、見た目っていう名のそういったもので判断される方ではなく、ぐいぐい私がやってきた活動等に興味関心を持っていただき、今日というイベントにつながる運びとなったんですね。だから市長っていうのはもう私を見た目で判断せず、中身のこのパッションというか、その炎というか、そういったものに何かを感じていただいたんだろうなとは思っています。はい、ありがとうございます。で、それでは渡辺市長さんは鶴田さんと初めてお会いした時にどんな印象でしたか？やっぱりこう見慣れない姿があって、そこはいろ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 でもね、でもお話しとって、さっき言われた子どもたちに対してお話とか一生懸命話してくれたんで、はい、すぐ、まあ、この人確かな方なんだなっていうことを思ったんで、いろんなアイデアをいただいたものを一緒に実現しましょうと形にすぐなってですね、本当に企画作るまで時間かからなかったですもんね。あっという間でしたよね。このお話もそうですよね。私もちょうど10年ぐらい前でしたっけ、東京コレクション
6年前です。6年前、はい、あれ違う、それは木更津コレクションじゃなくて、それはね、東京コレクションは6年前なんです。6年前、そう、でも10年ぐらい経ってる感じがする、ね、イメージですけど、本当にあの世界のね、あのパリとかいろんなところでやって、東京コレクションでテンポさん の, あのコレクション出していただいて、その時はハンセン病のね人たちと一緒にラーメンやね、そう、いろんな人たちを本当あの分け隔てなく垣根を越えてつないでくださるので、今日は本当に私の大好きなこの木更津、プライベートでめちゃめちゃ来る、ね、場所で、また師匠とねこうやってご縁といただいて、皆さんともご縁いただいて、そういうつなぐ方なので、本当に嬉しいきっかけいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではいよいよスペシャルゲストの春菜愛さんにインタビューさせていただこうと思います。ペラペラ勝手に喋ってすいません。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。台本無視みたいなんじゃなくてごめんなさいね、喋りたくてしょうがなく、全く問題ありません。ありがとうございます。大丈夫、ちょっとつないどこうか私。ね、いや本当あのね、思い出が一つありまして、あの私ね、お姉さんみたいにね慕っている藤原紀香さんが、あの本当にお姉ちゃんみたいに一つ上でね、で紀香さんと二人でね、木更津、私東京で行き詰まった時はいつも木更津来るんですよ。で木更津行こうって言って二人でね、そこのね、ちょうど竜宮城のそばにね防波堤あるんですけど、あそこでドラマのね紀香さんが、あの台本の、私は男役の相手役のところを行読んで、台本のセリフ覚えの付き合ったしてね、その後一緒に竜宮城行った思い出とかね、プライベートでも芸能人の人を木更津行こうって疲れた時に来ようっていう場所なんですよ。本当に竜宮城っていいところですよ ね, そうですよね。あの私のまたあの返事すると次の子忘れちゃう。大丈夫ですか。大丈夫です。あ、よかった、ありがとうございます。整理できましたね。整理できた。ありがとうございます。よかった、ありがとう、さすがです、ありがとうございます。では改めて、はい、古田さんと春菜愛さんは今まで何度もファッションショーやテレビ番組で共演があるとのことで、今回出演を快諾してくださったそうです。改めまして春菜愛さん、はい、子供たちと一緒のファッションショーいかがでしたか。いや、もう本当にランウェイをずっと見てて、私は最後の方だったんですけど、ちょっとハードルが上がるぐらい、みんなそれぞれ自分の個性のポーズと、あとあの衣装の特徴をすごく掴んで、こうマントのように広げたりとか、バレエやってるかポーズしたりとか、自分をこのステージで発表する機会っていうのを、私はなんか自分も何しよう、どうしよう、どうしようでドキドキしました。それであの高校生のね、皆さんが今日メイクとかファッションのしたみんなが、親の気持ちのように自分の担当した子が上がってると涙が出てくるって、本当にね、みんなそばで言ってて、なんか本当みんなで一緒になって作り上げてるんだなって、これからもこの街は、このみんなが、子供たちがこうやって作り上げていくんだなっていうのをここで感じさせてもらいました。その一歩の大きな素晴らしいステージになってたと思います。そこに呼んでいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また春菜愛さんは、うん、ミスインターナショナルクイーン2009で世界一の称号を得るなど、世界的に輝いておられます。ありがとうございます。お綺麗で、本当に今日はお綺麗では台本読まないでこっち見ててください。申し訳ございません。ありがとうございます。嬉しい。一生懸命台本を読んでるんですけど、ね、丸読みみたいになっちゃったのね。そうですね。お綺麗な顔見てありがとうございます。お綺麗で今回はキラキラなさっております。ありがとうございます。申し訳ございません。いやいや、最高、最高です。そんな春菜愛さんが華やかな芸能界に入られた理由は何ですか。もうちっちゃい時からあのキラキラした芸能界に憧れて、アイドルに憧れて、私はアイドルの歌聴いてる時だけ自分がありのままの自分の姿で曲の間だけ頭の中で入れるんですよね。あとはなんか現実に戻って、そこには自分らしさが認められない社会があって、地域があって、親にも言えない環境がそこにありました。でも苦しくて誰にも言えなかったけど、今すごくずっといろんなことあったけど遠回りして、そこにこういうステージにたどり着いたのは、今振り返ったらいろんなこと、いろんな人と出会って、たまには嫌なことも言われたこともあるけど、でも
絶対に私はあのステージに目指すんだっていう思いでずっと今日までやってきて、このステージに立ててよかったなって思ってます。だから絶対に諦めないこと、そして私が近所のね、近くのスーパーの屋上にアイドルの荻野目洋子さんが来た時に見に行ったんです。こうやってで絶対に私はあのステージに立つ人になるんだって思ってからずっと心に決めてたんで、だから今日はそういうちびっ子たちがいて、あのファッションショーのようにモデルさんになりたいとか何か人前で表現したいっていう子たちのなんかこう夢のねきっかけになるイベントに参加できたことを本当に感謝してます。ありがとうございます。はい、そして次に聞きたいことなのですが、はい、今取り上げることが多くなった、うん、LGBTQ のことについてお聞きしたいです、はい、で LGBTQ はレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニングの頭文字を取ったセクシャルマイノリティの方たちを表す総称のことですが、はい、春菜愛さんは今までそのようなことで苦労されたことありますか？でも私たちの時代はそういう言葉がなかったので、あの本当にみんなも何か分からなくて、春菜愛がテレビに出て本名を言うから私と同じ人たちは本名を聞かれるって言われるんですよ。それはテレビを出てる皆あの見てる皆さんが春菜愛ちゃんは本名 OK だから あの人も OK なんだろうねってみんながこう一区切りにしちゃって相手を決めつけちゃう気持ちがあると思うんですよ。まあ分からないから。だから私はあの思うんですよね、この LGBTQ っていう言葉をあの勉強したらすごく難しくて、この中にもいろんな人がいるんですよね。私の仲間もいろんな人がいるから、私たちは今時代の変わり目にいるわけで、この言葉を一切勉強しないで、今日隣に座ってる方が実はこっちの耳聞こえないから何かあったらあの教えてねって、じゃあ私ごめんなさいトイレ近いから何回も前よく切るかもしれないです、お互いがそれぞれ何かがあるっていうことをもっと理解して、みんなの頭の上にそれぞれの頭文字がある世の中だと思ってるので、それが隣の人から隣のお家、隣の地区、隣のあの国、どん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 その理解、お互いそれぞれ意見がある、 お互い抱えてるものがあるっていう、そういう街づくりにぜひしていただけたらなと思いますし、それは市民の皆さん、そして皆さんが変わらないと街は作っていけないと思うので、教育現場から家庭の中からそういう教育を皆さんにしてもらえたらなって、みんな違ってみんないいんだよって、この言葉パラリンピックの開会式の演出家のウォーリーさんが本当に世界に発信する10分前にイヤモニから聞こえてきました。みんな違ってみんないいってことを世界にみんなであの表現しましょうって、私2時間かけてメイクしたのに涙であふれてメイク取れちゃったんですけど、その時に隣にいた同じメンバーの大人だけど背の低いジェーンちゃんっているんですね。で彼女のなんか、まあ、障害の名前って何って聞いたら小人症かなって、自分でもそのカテゴリーには縛られてない方なんです。そのジェーンちゃんがみんな違ってみんないい、だけどみんな一緒がもっといいって言ってたんですよね。その言葉が全てだと思います。そういう木更津、これからねあの世界に発信してもらいたいと思います。皆さんのご協力でよろしくお願いします。素晴らしいご感想ありがとうございました。とっても感動しました。嬉しい、それ台本に書いてないやつ言ってくれありがとうね、本当嬉しいです。では、うん、気を取り直していいよ、はい、では今のお話を聞いて勇気をもらった方もいらっしゃるのではないでしょうか。とてもキラキラ輝いている春菜愛さんですが、自分らしく生きていこうと思ったきっかけを教えてください。やっぱりあの親の人生で生きるか自分の人生かってすごくいつも二択の小学生でした。勉強が手につかなくて、あもう本当に親のために生きるってことは大西賢治になりきって、それで頑張って女性を好きになって結婚できたら頑張って結婚して愛し合えたら自分にあの親が目指している子供っていう孫の顔っていうのを、まあ親が望んでることを全てする親の人生か、でも自分らしく生きて自分のために生きるかって悩みました。でも順番は親が
順番にね、もし亡くなっていくなら親が亡くなって、その時に私は60歳とかになった時、50歳60歳になった時に子供と奥さんに頭を下げて自分の人生やり直したいという時に、私はどれだけまた自分以外に涙を流すんだろうと思って、そうなるんだったら私は自分らしく生きて、お父さんとお母さんに絶対分かってもらえると思ったんです。それで自分の人生を生きて、今すごく幸せです。よかったです。ありがとうございます。自分らしく生きる、とても素晴らしいことですね。とっても興味深いお話ありがとうございました。渡辺市長へお聞きしたいのですが、木更津市は LGBTQ についても多様な性を認め合えるような市であることを目指していると聞きました。ここ鳥居崎海浜公園のそちらにある、そちらあの橋ですか、あちらにあるモニュメントは、あ、モニュメント、はい、モニュメント手前にロゴが木更津っていう、そうですか、レインボーのロゴがあります。レインボーのロゴがあるんですか、はい、すごい。そしてその多様性を受け入れる共生社会の実現に向けて、今回春菜愛さんのゲスト出演も含めて大変有意義なものになったと思いますが、いかがでしょうか。あの会場の皆さんにぜひ聞いていただきたい、その辺については、はい、会場の皆さんに聞いていただきたい。皆さんいかがだったでしょうか、今回の企画について。ありがとうございます。例えばご案内あったように、 あちらに木更津っていう文字があるこのモニュメントがあるんですけども、最初は真っ白だったんで、デザインとしては真っ白だったんですけど、ちょうど8文字あるので、8色のレインボーから使わせてもらっているんです。6色じゃなくて8色、はい。まあ、そんなPR もしてないんですけど、まあ、少しずつ伝わっていくといいかなということを思いながら、まあ、そんな、デザインもして、で今年はですね、条例で共生社会に向けた、取り組みにこう向かっていくという、 こう条例作りと、あとパートナーシップとファミリーシップの制度も今準備していますので、ぜひそんなところも今期からしながら、新しい社会がつながっていくといいかなというふうには思っています。あ、すごい、もう本当嬉しいですね。ミスインターナショナルクイーンで毎年タイに審査員に行ってるんですね。でそれでみんなでホテル一緒に泊まるんですね。そこの大きなホテル、リゾートホテルには私たち世界から集まったトランスジェンダー以外にも普通に夏のバカンスで来てる家族がいて、朝のビュッフェのところではプールの浮き輪膨らましてるお父さんとかは全然関係ないです。私たちはもう一大事なんですよ。もう誰が世界一取るかっていう、でも関係ない人には関係ない日常がそこにあるんですよね。それがパートシップ、パートナーシップ条例だったり同性婚だったりすると思うんですよね。その人たちのためには重要なこと、でも関係ない人には何も変わらないこと、そういうね、ぜひ目指してよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。大丈夫ですよ、申し訳ありません。私も今日初めて、でもお上手、ありがとうございます。すごいお上手ですよね。今日初めて総合司会を担当させていただいて、台本が届いたのも、新しいのを今日配られたばかりなんですよ。今日なんですか、はい、だからもう一生懸命先ほど練習していて、ね、クレームじゃないですよね、はい、クレームじゃないですよね、クレームじゃない、そう。でもすごい、今日届いてね、はい、これだけの本当すごいですよ。はい、ありがとうございます。ということで、皆様から様々なお話を聞かせていただき、誰もが心豊かに暮らすことのできる社会について改めて考えるきっかけとなりました。本日は渡辺様、春菜愛様、鶴田様、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後の木は、ね、すごい素敵ですね。見てください、あちらには富士山が見えますよ、ね、本当に、素晴らしい景色ね。では、そろそろお時間となりますので、
本日のグランドフィナーレを全員で迎えたいと思います、はい、それでは皆様どうぞ壇上にお上がりください。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。本日活躍してくださいましたキッズモデルの皆さん、総合 MC の皆さん、ありがとうございました。星が見たいと君が言うから僕は立ちこぎ自転車で君の待つ駅までくるり線窓を開けて子供たち遊ぶ田舎道君の横顔見とれてたらハスタ過ぎてた変わらないもの変わってゆくもの木更津階段降りて柳川沿いた君と見た桜並木に新緑が揺れてる祭り林が神社から聞こえる賑やかな笑い声いつまでも続くように星に空青い未来へつながれ描く僕